スリナム共和国、通称スリナムは南アメリカの北東部に位置する共和制国家。東にフランス領ギアナ、西にガイアナ、南にブラジルと国境を接し、北はカリブ海、大西洋に面する。首都はパラマリボである。スリナムはかつてはオランダ領ギアナとして知られており、南北アメリカ唯一のオランダ語圏でもある。南部には ギアナ高地につながる産地があり、面積、人口ともに、南アメリカで最小の独立国である。正式名称はオランダ語で、リープブックスリナメオランダ語発音、リーピーブレイケー、シリーナ、メートル。通称、スリナメスリナーメ。公式の英語表記は、リパブリックオブスリナーメ。通称、スリナメ、スリナム英語発音、SRN、メートル、N、メートル。 nm. 国民はスリーナマー、形容詞はスリナメセ。オランダ5名のスリナメのマイナスがマイナスに強制が置かれ、英語名のスリナメの場合はスマイナスに強制が置かれている。日本語の表記はスリナム共和国。通称スリナム。国名は先住民のスリネン人に由来している。ヨーロッパ人が訪れる前、この地には 先住民のスリネン人が居住しており、彼らの名前から今日のスリナム共和国の国名が取られた。しかし、16世紀にスリネン人はカリブ族の攻撃によって追い立てられた。スリナムのプランテーションギアナ地方がヨーロッパ人に発見されたのは1499年である。16世紀にオランダ、イギリス、フランス、スペインの探検家によって探検され、 17世紀に入ると、イギリス人とオランダ人が入植し、黒人奴隷を使用して、タバコ栽培を行った。両国は領有権をめぐり争ったが1667年のブレダ条約でオランダはニューアムステルダムとスリナムを交換し、その後幾度かイギリスによる占領があったものの、以降オランダの領有権が確定した。オランダ人は黒人奴隷を使って、コーヒー、 カカオ、砂糖キビ、麺を栽培したが、奴隷の待遇は劣悪であり、多くの奴隷が、プランテーションから脱走し、熱帯雨林に住むインディオの助けを得て、マルーンとなった。現在もサラマカ、パラマカ、ジュカ、クインティ、アルク、またワイなどのボスネーハー部族が存在している。ボスネーハーはしばしば新しい仲間を募るため、また、女性や、武器、食料、 物資を得るためにプランテーションを襲撃した。これらの襲撃は、プランターやその家族に少なからずの損害を与えることとなり、植民地政府側は19世紀にボスネーハーと平和協定を結ぶに至った。これによりボスネーハーは独立した地位と公益の権利を認められた。その後、百六十三年に奴隷制度が廃止されたが百七十三年まで、 完全解放はされなかった。奴隷たちの多くは自由になるとすぐに数世代にわたって彼らを苦しめたプランテーションから逃れパラマリーボに流入した。このことによりスリナムにおける農場経営は一時停滞したがスリナムのプランテーションは手作業の労働者に大きく依存していたため労働力の不足を補うためにまず中国大陸南部から続いてインドからさらには オランダ領東、インドから契約労働者を受け入れ、新たな労働力とした。またその間中東からも少数の移民が導入されている。このような歴史により、スリナムは世界でも多様な民族性と文化を持つ国となっている。1954年にはオランダから自治権を獲得し、1973年に NPK がオランダ政府と完全独立のための交渉を始め、 1975年11月25日に完全独立した。分離手当は非常に実質的であり、独立後最初の10年間のスリナム経済の大部分がオランダ政府の対外援助からなった。1980年に陸軍総長の弟子、ボーターセによる軍部のクーデターが起き、スリナムの社会主義化が国家軍事評議会の下で進められソ連。 キューバと親密な関係を築いた。1982年には民主化運動の指導者15名が処刑されたため、オランダは援助を停止した。1986年には、ボスネーハーなどからなるゲリラとの内戦が勃発した。1987年11月の総選挙で軍部が敗退すると、1988年、オランダが再び援助を再開したが、 1990年にボーターセによる軍事クーデターが再び勃発した。クーデターによりオランダは再び援助を停止。シャンカルは退陣した。1991年の総選挙ではフェネティアン大統領が選出され、アメリカ合衆国とオランダとの関係を回復した。1992年にはオランダによる人道的援助が再開され、 ウォーターセブン司令官が辞任した。エコツーリズムが発達し、2000年に中部スリナム自然保護区がユネスコの世界遺産となった。大統領官邸1980年2月25日、クーデターが発生した。軍が実権を握り、軍が任命した大統領が就任した。1981年11月の総選挙で軍政は崩壊し、 野党の連合政権が登場したが1990年12月にまた軍のクーデターが起こり再び倒された。スリナムの政治は1987年制定の憲法によっている。立法府は一員制の国民議会で構成されており定数は51名。5年ごとに改選される。議会の3分の2以上の賛成によって選出された大統領が 行政府を取り仕切る。大統領の任期は5年で、投票がそれに満たない場合は、議会と地方代表から構成される340名の国民議会の投票によって選出される。カリブ共同体、南アメリカ連合に加盟している。2009年時点で総員2200人の規模を有する。1975年の独立でオランダ軍部隊から独立し、 1980年には、クーデターを引き起こす。民政移管後は、西軍関係の再構築を、アメリカ合衆国の援助下で行っている。スリナムの行政区画スリナムは10の地方に分かれ、地方はさらに62のラサーに分かれる。ブロコポンドコメワイネコロニーマロワイネニッケリー、パラパラマリボサラマッカシパリウィニワニカパラマリボ中心に、首都圏が形成されている。 スリナムの地図内陸の川スリナムは南アメリカ最小の独立国である。国土の大部分はギアナ高地に位置し、二つの主要部に区分される。北部の沿岸低地地方は文化的であり、人口の大部分はこの地域に居住している。南部は熱帯雨林からなり、ブラジル国境周辺のサバナにはまばらに人が居住している。南部は 国土の約80%を占める。スリナムには2つの主要な山脈、すなわち、バクウイス山脈とバンアスチバンエック山脈が走る。国内の山では、海抜線286メートルのジュリアナトップ山が最も高い。その他の山としては、タッフェルベルグ山、カシカ島山、ゴリアスベルグ山、ボルツベルグ山など、 国土が赤道直下に近いスリナムは熱帯気候であり、気温は年間を通して変化しない。4月から8月までと11月から2月まで1年に 2, 2回の雨季がある。また寒季も8月から11月までと2月から4月までの2回ある。国の北東部にはブロコポンドダムの作る人造湖プロメシュタイン湖があり、これは 世界で最も大きなダム湖のうちの一つ。1964年にアホーバッカダムとして、ボーキサイと産業と国内消費に水力発電を供給するために建設された。コペナメ川の上流の中部スリナム自然保護区は、手付け数の熱帯雨林と多様な生態系のためにユネスコの世界遺産となっている。スリナムには多くの国立公園がある。 沿岸部には、ガリバイ、ナショナルリザーブ、キャプネムマンディング国立公園、ワイヤワイヤ NR が、中央部には、ブラウンスバーグ NR、ローリーバラン、ウォルツェバーグ NR、トフルベグ NR、エイラアッツデハン、NP が、ブラジル国境地帯には、シッポリワニー NR がある。国立公園と湖を合計すると、国土の12%を占める。首都パラマリボ。 豊かな防気サイトや木材資源に恵まれている。スリナムの経済は防気サイトに大きく依存しており、GDP の15%、輸出額の70%を占めている。農業は砂糖、米、バナナ、柑橘類などで、漁業ではエビが欧州や日本に輸出されている。近年は石油資源や金も期待されている。国民の一、 4が農業セクターに従事している。スリナムの経済は他国に強く依存しており、主な貿易相手国はオランダ、アメリカ合衆国、カリブ海諸国である。スリナムの経済は強く工業に依存している。そう輸出額に占める鉱物資源の割合は2000年時点で8割に達した。輸出の上位4品目は貿易サイトを生成したアルミナ、金、魚介類、 原油である。2007年時点の採掘量はボーキサイト、防気剤とアルミナ、金、原油。道路網は、沿岸部と、その隣接地に向かって東西に伸びている。南北を結ぶ、主な手段は川である。内陸部へは水路、または空路により結ばれている。空路は、ヨハンペンゲル国際空港から利用され、ガイアナ、フツ仏漁ギアナ両国との間はフェリーによって結ばれている。 自動車の通行区分は日本と同じ左側通行である。南アメリカでは他に隣国のガイアナと英領フォークランド諸島が左側通行を採用している。インド系移民民族はインド系が27%スリナムクレオール17%マルーン系15%インドネシア系15%ーセ12%先住民中国系白人 その他と続く。マルーン系は内陸に逃れたアフリカ系奴隷の子孫で奴隷制廃止まで北部都市に生活した同じアフリカ系のクレオール政権に対して1986年から1992年まで反乱を起こし戦った。国民の約90%がパラマリボカ沿岸部に居住している。スリナムの人口はオランダにとっても重要である。 2005年には328,300人がオランダに居住しており、これはオランダの人口の約2%を占める。言語は、公用語はオランダ語だが、クレオールが使うた、北キ,キ語とも呼ばれるスリナム語が共通語として使われる。また、英語やジャワ語やヒンディ語など、それぞれの民族はしばしば自分たちがもともと使っていた言語を使っており、 ポルトガル語やスペイン語を話すコミュニティも存在する。宗教は、ローマカトリックとプロテスタントのキリスト教が40%、ヒンドゥー教20%、イスラム教が14%、不明16%、その他10%となっている。パラマリボミズギワの家。オランダ東インド会社の政策により、多種多様な民族がスリナムに流入し、現在のスリナム文化は、 そのような多様で複雑な文化的影響をした時期にして育まれている。パラマリボ市内にはヒンドゥー人員、キリスト教会、イスラムモスクが混在しており、聖ピーター・ポール教会は南米一の木造建築で EU 支援により2010年に修復された。スリナム国内で最も人気のあるスポーツはサッカーである。オランダ代表を選択する選手も多く。 サッカー選手の人材の宝庫でもある。そのため、スリナム代表としては、フィファワールドカップ及びコンカカーフゴールドカップの出場歴はない。スリナム国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一件、自然遺産が一件存在する。パラマリボ市街歴史地区。ありがとうございます。